またできんじゃねえか、疑惑ね。ただ、ライズは覚えていない。ライズは覚えていない。とりあえず、やっと、ここから、やっともう縛りがなくなる。こんにちは。おお。問題はね、まではいかない。いや、99。じゃないと思うけど。こうやり込んでるレベルだと思う。サイドプレイやんなくなってたわ。やべえやべえ。一人ではなくマルチでさっそといるという。練習をして重ねていく。さあ、集大成。と言いながらいきなりアップデートって今週中に入ったら、アップデートがモンスターとか立て続けに続くからね。回復カスタムを作っとかないと危険な可能性があるな。これは嫌な予感しかしない。上の種類ちょっと考えて、防御笛と回復笛が重なってるやつもなんか作るとか作ってないと。儚くも喰らい尽くされし者たちの炎よ。恩子の集う、使いとなるに過ぎし猛衆の炎よ。かすかにつなぎし念はか弱く、いずれほどなく消えゆく定め。煉獄の道程をたどる前に、しかと見届けよ。夏発売した時のなんかもうストーリー的なボス的なのはこれだったっけか。いや、バルバル、いや、雷神か、はやな、前座みたいなもんか、これ。バラモスみたいな感じか。ローマ的なのは雷神か。バルファルクは一体。もう順番忘れちゃったわ。さあ、やられるやつは蹴るよ。これマスターとしても蹴るよ、速攻で。今までのマスターに不満だったのはね、私は蹴るよ。心を鬼にして蹴るだろうね。戦う資格だよ。ほんと戦う資格を持ってきてくれりゃそれで。もし、出てくれればそれで。ここに挑むんだから気持ちがなかったら私は蹴るしかなくなるからね。心を鬼にして。私は冷酷なまでにね、気持ちを感じたなければ、ね、私は冷酷にね、蹴るよ。気持ちね、ここにたどり着いて、ここに来たってことは、ね、私がね、助けを求めているんですからね、SOS をね、私はまさかね、人の回復なんかできませんからね。そんなまさか、そんな、いや、いるわけないでしょう。3、4で実は自分が救助しまくるっていう、こんな人いるわけないでしょ、モンハンの世界に。アタッカー全盛期ですよ、モンハンなんかもう。アタッカー全盛ですよ。まさかこんな、
入ってきたら実はその人がもう、この人がヒール能力抜群すぎてやべえっていう、そんなことあるわけないでしょう。私はただのポンコツ野郎なんでね、みんなに助けてもらわなきゃ生きていけませんよ。というよりも、場所はどこでしょうか。位置だけがよくわかんないです。冗談はさておき。私もね、多分ちょっと強化されてるんですけど、私もちょっと全然予備知識ゼロで行くんで。今日いきなりやられたら悪いね。スピード感でちょっと、スピード感、最初のあれなんで。やっべ。やべ。いきなりやべ。スピード感で、やっぱり、片手で正解だったわ。スピード感で。スピード感で押し切るか、この戦略だから。流れるようなステップで、美しいステップで、やはりなんか上のまったり感だと危険な可能性があったからな。当然アップデート来るんだよ。アップデート来た時の初見の対応でこんなところで止まってらんねえんだよ。どうする？バゼルギウスと、あれが来るなの、新しいの。初見だから倒せません。通らないんだよ。基本のベースは知ってるでしょって話になるから。負けらんない。ダメない気持ち。粘り。花色、いや14色の武器を使う男、モンハン界の十種競技の人みたいなもんだね。専門ではない。でも全てを使いこなせばどの敵にも対応、どのメンバーとも対応できる。これ、さあ行け、美しいほどに早く。人がいるから勝ったなんて言わせないように、普段の画像を見たら信じらんねえほど攻撃入れてるなと思ってもらえるようにね。古典のごとくそっちも勝てんじゃねえと思わせるようにね。頑張んねえとね、アルキタから勝ってんでしょっていうこと言わせぐらいの勢いで、圧倒の攻撃力と見せかけてからの回復を入れる、これが職人の。職人脱いで攻撃だけするやつでも数千倍簡単だと悪いけど言いたくなってくるくらいの勢い。ああ虫鬼火だった、危ねえ。よし、ファーストラウンド、まず今日は暑苦しいほど暑い。このロキ助け求めてる人じゃないのこの人。うん。あ、俺？うん。どっちかっつうと、高い勝率上げるために人助けしてる人、出すな。倒れる、いった。大体2回移動の可能性が。違うんですね。体力管理。ここはあえて、なんかここのロングの技、まず全部一発で。ロング、なんか、尻尾が。尻尾も警戒を入れた方がいいっすよ。
距離が長いやつね。美しいほどに。攻撃だけは美しくない。これやばいやばい、全員がやられたぞ。これやばいぞ。やばいやばいやばいやば、俺以外の人が来てやられるって。あのさ、本当俺は俺救助出してるよね。俺助っ人じゃねえよな、助っ人大臣じゃねえよな。これ、ほんで、あれだよね。はい。これ、助っ人じゃねえよな。これ、助っ人だっけ？助っ人外国人じゃなくて、このチームにいて、この長い間ちゃんとやって、いえ、状態解除してんのかな、みんな。いやでも本当にこれ我が目を疑ったわ。これ助っ人じゃねえよなって。これ給料出してんのに俺貢献度ダンすげえやべえぞ。みんな知らないんだろうね。知らない人はね、どれだけ俺の回復入れてあげてるか知らねえだろうね。ゲーム作ってあげてっていうと結構な割合で。オクシー、鬼火消し、鬼火消してる？みんなマジで鬼火。うん、これ誰が来んのかな。保険金、あー罠にかかってんのか。罠効くのこれ。あーだけどさ、我が目疑ってんだけどよ、我が目疑ってんだけどさ、やはりスピードに耐え切るための型って、うん、どっちでもいいんだよ。二枚看板でどっちか自分が心に決めた方っていうか、感情のままに使えばいいんだよ。何でも使えるってことは感情のままに使えばいいんだよ。自分がやりたい武器を使えば全部プッシュすればいいんだよ。難しく考えてたらダメなんだよ。それを選んだ心に従ってやればいいだけだ。難しいことはいらない。やりたい武器を使って、心のままにやればいい。難しいことじゃない。もらった。よし。とりあえず、まあ最初のは事故だったとして、ただ、最終盤面に近づくにつれて攻撃が強くなってくる気はするのだが。美しいほどの輝きを
3番目と4番目がね、体力が低下してたよ。さっき言っとくけど。はい、まあ一応言った方がいいがね。まあ普段言わねえけど、緊急クエだから言っとくか。言っとく。うん。離れる。3番目をカバーする回復でもあるからね。今の俺もちょうど自分が傷ついて。俺もだけど、鬼ビビ気をつけた方がいいかもね。3番目、4番目の低下が激しいが、頑張れよ。僕らチームで頑張るんだよ。これ100クエ大変だな、これ。この人たちがどういう実力ってか、アイフカスタムとか多分つけてでもこんな感じなの。やばいでしょっていうか。はい、えい。おっしゃー、たどり着いた。なんかよくわかんないけど、どっちが救助に来たのかよくわかんない感じだけど、というのは戦ってる3人がわかるでしょう。僕がしてることが、誰か何者かが回復してることわかるでしょう。まさか僕だと思わないでしょ。いや、僕です。僕なんです。回復し続けてくる、アメデダンは。バランス取りながら調整試合を調整してたよ、ずーっと。うん。ミリオンを残ってくれれば回復でいい。回復カスタムあるんじゃねえかな。でもこんななの。シビアだね。うん。最初がわかんない。突進とかでやられて、鬼気がついたのかな？その状態のままで連続食らったのがわかんねえんだけど。俺は最初の感じでわかったわ。一発食らって、ちょっと一旦ステイして、あ、これ多分2連食んなと思って、多分今までの流れだと。一旦倒れたままにして様子見てたわ。初見だけど、ちょっとやっぱり体で良かったわ。軽やかに動く方を選択したわ。よし。まあでも、まあ、数多くの都合でハンターさんは一発で抜けてるだろうからね。私はマルチで一発で抜けりゃそれで自己満だからね。ああ。まあ、制限かけられた中でやるのが俺の仕事だからね。うん。まあ、皆さんどうも。よくありますね。救助に行ったと思ってたら、緊急救援100か。あ、クリアしたことない人か。と思ってたら、その人が抜群の回復力を持ってるから、3人を救助しまくるっていう、回復しまくるという、ありますね。そんな奇跡のようなことがたまには、はい。あとはアップデート前にまずここまでたどり着けた。なんか書いてあるな。Bサイドクエを忘れている人にいると、ずっと忘れていたぜ。調査を？ん？どういうこと？